ティー島です、こんなに有名な方々とご一緒させていただく機会はないので、コラボさせていただけるよう頑張ります。さあ始まりました遊戯配信イーストレンジャーズ MC の花江子です。はい、そしてディスプレイヤーの奈々子です。今日のコスプレは何ですか？今日はですね、アリスをモチーフにしたサイクリングに行きました、うん、どんよりはしてるけどやっぱり気持ちいいですね、自然の中は。腹減ってきたんで雨降っても大丈夫ちょっといいですか、はい、これはなんかそれヒーリングの VTR みたいな感じの作るのが好きで、はい、ちょっと映像にこだわってみたいな。これ全部一人で行ってる。あ、そうです、一人撮ってる、はい、じゃあカメラセットして走り去るシーン撮ってから帰ってくる。はい、いや、言わないで。あ、テント。わー、楽しそう。
何それ。焚き火台です。初めて見た。初めて見た。結構流行ってるんですよ。もうこれアウトドア、まあ、皆さんあるあるですか。あるあるですよ、うん。これは焼くだけのやつだったんで買ってきました。あ、おしゃれな。あ、なるほど、アウトドア、なるほどな。え、今のカメラワーク、すごい。皆さん、見るところがちょっと俺も、ズーですよ。え、なにこれ、何回何回これ、失敗してるってことですか。着火をミスった上に、マッチ補充忘れて、あまり持ってきてなくて、雨も降ってたし、忘れないっていう状況なんで、焚き火は諦めて、諦め、アルコールストーブで調理しようかなと思います。これがアルコールストーブです。秘密道具だ。かわいいです。おっ、音めっちゃいい。いい音してる。上手ですね。うん、完成ハンバーグ飯。よし、美味しい。これ美味しいです。美味しいよ、これ。美味しいよって。やっぱこういうところで食べる飯は違う。美味しいですね。時間も持て余しそうだけどな、これ。発車しましょうかね。もうちょっと山の中バーッと走ってですね、楽しんで帰ろうかなと思います。では、ありがとうございました。また。すごいですね。もともと好きだったんですか、やっぱああいうキャンプっていうか。アウトドアが好きだし、あと映像を作るのも興味があったんで。お三人どうですか、あの映像の作り込みというか。すごすぎますよ。びっくりした。クオリティ高すぎちゃう。すげえ。そういう、こういう山とかに入ったりとか、二刀流というのは誰か、そのスタッフさんというか、カメラマンさんとかどうですか。もう一人。一人。どうすんの、ああいう時間も、あの、なんかハンバーグやるの。時間持て余してない。それが楽しいんですよ。つかないなとか、空間なんかこうスプーン作ろうかなとか、そういうので時間を、不便を楽しむ的なのがある。そうなんですよ、ロマンです。正直僕ね、キャンプはちょっと苦手。経験が高いわけではない。まあ番組のロケとかでね、やっぱりベッドで寝たいし、クーラー効いてるところで寝たいし、お風呂は入りたいし。ちょっとわかります。はい、そう。虫とか大丈夫？虫はこれからの季節ちょっと厳しいので。ヘビとか。ヘビもいましたね、この前。はい、いたらどうするんですか？あ、そっとしておきます。もったいない。美味しいですよ。食べちゃう。食べちゃう。お腹いっぱい、タンパク源が。 OK、 じゃあ皆さん決まりましたか？はい、はい。
感じはなんかありましたけど、実際ご飯美味しいのかどうか確かめてほしい試されてる。動画の音楽は俺に任せてくれ。僕が歌います。すごいおしゃれな音楽流れてたじゃん。なんかあれもすごいかっこいいなと思って、なんかちょっと薪をこう燃やすところとかも、はい、俺に歌うすごい燃えそう。はい、はい、ということでちょっとバズり様になるように頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやまさかもらえると思わなかったんで嬉しいです。皆さんあんまりお外で遊ぶ機会がないっていう、加納さんとか外であまり遊ばないって言ってたので、楽しさをもしコラボできたら知ってもらいたいなと思います。